日本の政治家。衆議院議員、ふるさと担当内閣総理大臣補佐官、防衛庁副長官、農林水産大臣政務官、防衛庁長官政務官、自由民主党候補本部長、衆議院安全保障委員長、衆議院地方創生に関する特別委員長、青森県議会議員等を務めた。青森県知事や、衆議院議員を務めた、木村森雄は父。 元衆議院議員の木村文夫は祖父。衆議院議員の木村次郎は弟。青森県南津軽郡藤崎町生まれ。青森県立広崎南高等学校を経て、東洋大学法学部法律学科卒業。大学在学中、田中角栄の所成となる。大学卒業後は、三塚博士衆議院議員の秘書を経て、1991年に、 青森県議会議員選挙に立候補し、初当選。1995年に再選。1996年、青森県議を辞職し、第41回衆議院議員総選挙に、新進党公認で青森4区から立候補。自由民主党公認の津島京一を破り、初当選した。1997年の新進党会答に伴い、 改革クラブ決闘に参加したが、同党の回答を待たずして、自民党に入党。2000年の第42回衆議院議員総選挙には、自民党公認で立候補。この選挙では、対立候補が、社会民主党、日本共産党公認の候補のみだった。2002年、第1次、小泉内閣で防衛庁長官政務官に任命される。翌2003年、 第一次小泉再改造内閣で農林水産大臣政務官に任命され、同年の第43回衆議院議員総選挙では民主党の渋谷や村らを破り参戦。農林水産大臣政務官にも再任。2004年自由民主党政務調査会内閣、部会選任部会長に就任。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、 民主党公人の渋谷、国民新党公人の津島京一らを破り、四選。同年、第三次、小泉改造内閣で防衛庁副長官に任命される。翌2006年、衆議院安全保障委員長に就任。2008年、自民党副幹事長に就任。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、 民主党公認で立候補した津島を破り、5選。2010年に自民党青森県連会長。2011年に自民党筆頭副幹事長に就任。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、津島に比例復活も許さず6選。選挙後に発足した第二次安倍内閣で内閣総理大臣補佐官に就任。 2014年の第47回衆議院議員総選挙では7選。2016年9月、衆議院地方創生に関する特別委員長に就任。2017年7月25日早朝、東京都江東区の眼研究会有明病院で、水臓んにより死去。52歳没。同日付けで、樹酸味醤油と共に、朝日大受賞受賞。 死去に伴い、弟である次郎が、同年10月に行われる、予定の補欠選挙に青森4区から自民党公認で出馬する予定だったが、衆議院解散により、これに伴う区割り変更で同区が廃止されたため、青森3区の公認に変更された。選挙は、弟の次郎が、希望の党や日本共産党などの候補者を破って、当選した。 2017年11月21日の衆議院本会議において、政挙と弔い旨の報告がなされ、岩谷武氏によって追悼演説が行われた。日本共産党の機関紙新聞赤旗に以下のように報じられている。ありがとうございます。